日本茨城県つくば市とよさとの森メインストリートベル、ウェストガイクとよさとの森は、茨城県つくば市の地名。1丁目と2丁目がある。郵便番号は300-2648。つくば市中部に位置し、つくば研究学園都市周辺開発地区に位置する。地域内は、 開発総面積319,496平方メートル、倉庫数773個の計画住宅地、つくばとよさとの森及び、つくば市営市水大住宅で構成されている。地域内にはビオトープを設け、中央東西に貫くメインストリートは、欅並木となっている。また、地域内は、ラディアンピュア外区、ティアラスクエア外区、ビオトープフロント外区、 サンアベニューガイク、プレステージガイク、ベルウェストガイク、クラチアプレミアムガイク、クラチアプルミエールガイク、パークフロントガイクに分かれ外交、植栽、建物など周囲と調和した街づくりを行っている。東、南は百貨、西は野端、北は高野と接している。元は百貨、高野の一部であった。1992年より土地の買収が進められ、 1996年に工事を開始。以降は小て住宅街、筑波と良さとの森として開発が行われる。2002年9月には、豊さとの森1丁目、2丁目となる。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。